キュンです。キュンです。皆さんこんにちは。みゆちゃんのようなとダクトです。はい、ということで今回は5分間ダイソー開放題。マジで楽しみ。本当に久しぶり。そう、ちょっと夏になっちゃったってことで私たちは5分間で何を買うのか。はい、今回はめっちゃ買うやつ買うよ。ということでレッツゴー。じゃあ行ってきます。え、5分9秒になっとる。何？まあいいか、まあいいか。まあまあまあ、おまけ。ごさごさ。バイバイ。バイバイ。これ5分です。よーい、スタート。ハクト4分よ。やばい。確かに。今日美容変わんのじゃん。ハクト消えた。ハクトのとこ行きたいね。ハクト、あと3分。やばい。え、1個しか経ってない。やば。やばいな。おったおった。あと1分半です。早くない？鏡割りましたま、ね、あと30秒です。やばい、ね、全然買ってないじゃん今日、ね、今回は買うってって。バイバイ。8、7、6、5、4、3、2、1。終わりです。最後に靴下買いました。ではお会計行ってきます。待って、結構買いすぎたよ。ハクト探してきました。はい、はい、時間になったのでお会計したいと思います。バイバイ。はい、買いました。ということで紹介したいと思います。バイバイ。はい、帰ってきましたということで紹介していきたいと思います。はい、どちらする？俺から。あ、ハクトか。じゃあハクトからします。はい、まあお菓子やん。はい、お菓子好きなの？うん、ポテチ。で、シーラン。シーラン、まあ、辛いの好きなんで。まあまあまあ。で、オレオ。お菓子は手しかないの。まあ甘いのも好きなんて買いました。食べ物系多い気がする。で、このカービィのあれ、ティッシュですね。あ、かわいいよ。かわいい。学校に持って行ってください。はい。他は？で、これ見せて。あれ、え、あれ、なんか長いんだ。長いとは長いは、それはそうじゃない。長いとは、長いって言っても普通じゃない、それぐらい。見せて。なんか、ね、え、見して。19センチ。きつそう。19センチから23センチ。え、どうするんですか。2円で開けるわ。23センチ。2円で入ります。ありがとう、くれました。でした。で、次これ2つ100円。はい、多いよ。コーラとお菓子しかないやん。お菓子しかないやん。豚麺、豚麺好きやー。で、豚麺醤油味って100円。2個で100点。100円。低いのじゃん。で、次は、シャーシン。シャーシン、まあ、なくなってるんで。で、赤ペン。なくなったんだ。あ、言った。で、あと、ノート2冊。おー。勉強する気満々やん。はい。えらいえらい。終わり？終わり。終わりか。お、1分で紹介を。はい。こんな感じでーす。こんな感じが、まあまあ、結構控えめだったね。控えめだったね、今日も、ね、頑張るとか言って。いや、まあまあ、そう、まあいい買い物ができたんで。本気出した。本気出した。はい、はい、控えめです。はい、じゃあ次は私の紹介ですね。さあ、おーい、はい、ということで紹介していきたいと思います。まずはじゃーん、ちょっとやっぱり夏といえば海とプール
っていうことでね、ビーチボールを買いました。ビーチボールしかもキラキラやけ、かわいい。めっちゃよくない？いいじゃん、いいじゃん。ちょっと夏って感じですね。で、なんかこのでっかいのはじゃじゃん、友達とかとね、やるような水鉄砲、恐竜の水鉄砲です。あー楽しみ、マジで楽しみなんだけど。でかもうちょっと、あ、で、あの色地、色地のもう一個買いました。ハクタとスラ、ハクタ、あ、はい。やりたいやろ、でも。いや、ちょっと見えとは言うわ。ちなみにこれ2つで500円です。おー、水遊び。え、2つで500円じゃないよ、1つ500円だけど。え、1000円もしました。1つで500円です。1000円もしましたね。あとはこれはもう家族共有で子供は使うので、小さめの優しいじゃん、ダイソーのマスクです。これ本当に愛用だよね。はい、ずっと使ってるよな。漏れますよ、これ。じゃあ次、シャー、これは一目惚れで買いました、アンパンマンラーメン。そう、100円あっさり醤油、100円。100円のこれ、豚麺2個だったのにな。豚麺2個で100円だよ。100円でした。はい、あとは辛ラーメン。あ、同じ辛ラーメン大好き、本当に辛い人好きには、ね、いいよね。あとは可愛いよ、これ見て、バスボム、可愛くない？マイメロの、マイメロ、これ誰かとします。これ一人にします。バスボム。あとは見て、中華料理のマイメロってどういう感じだったっけ。マイメロです。うん、そのにいや、本当はクロミちゃんが好きらしい。え、そう、本当はね、クロミちゃんは好き。黒の方ね。そう、じゃあ、これ、私割れたんですよ。えー、辛くない？これ、お母さんも大好きな鏡。いきなり割れたよな。そう、この鏡、ちょっと大好きなので、また買います。何もせんのに割れたん。そう、怖くね？そんなことある？置いた瞬間割れました。寿命だったんだよ、多分。あとは、見て、私のクロミちゃん。お、クロミちゃん、前目付きやけど、余計に言ったんじゃ、コンタクトケース。うまいよね、ちょ、可愛かったからこれにしました。へえ、かわいい。あとはしんちゃんのキャンディ。キャンディ、キャンディですね。ピーチとマスカットの、美味しそう。みんちゃんのキャンディです。みんなに配ります。あとは紙ゴム、ちょっとこれ大事なので、なくなったので買いました。あとラスト、じゃじゃーん、これ大好き、男梅しゃぶり、男梅薄型シート。これ本当に美味しいんで、おすすめです。こんな感じ。え、なんか私のさ、はい、紹介夏って感じするくね、はい。なんか今日美容買ってないな、美容品みたいな。そう、今日買ってない。買ってないの。遊ぶのばっかりじゃん。そう、え、私マジでさ、なんか夏って感じと思ったけど。これでも受験生なんですよ。受験生ですね。はい、うん、受験生です。頑張ります。運動道具1個も買ってないですね。じゃあ、ハクトさん買ってた。ハクトさんだけですね。頑張りますよ、受験もちゃんと。え、めっちゃいい買い物になってくない？はい、いや、遊びメインじゃん、君は。いいの、夏って感じでみんな参考になったと思うの。だから結構、ね、うん、グッドだなって思いました。ちょっとなんかね、あの、おすすめの100均の商品やったら教えてください。はい、夏が終わったら受験勉強本気出すらしいです。本気、やっぱ夏が終わったらね、本気出します。ほんと。はい、っていうことで今回はダイソーで5分間してみました。また見てね。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。バイチャ。バイチャ。